学体育学部体育学科2年の山城美咲です。小座高校出身です。イエイ。教職の免許が取れるということと、トレーナーコースとかボランティアコースとか複数のコースを選択できるということでやりました。高校3年の夏の頃に考え始めました。結構反対してたんですけど、奨学金とかで生活費は自分でやるって言ったので、やりたいようにやりなさいと後押ししてくれました。人とのつながりが増えたことや、人見知りを克服したこと、自立したことです。沖縄の人の温かさとか身に染みて感じることができました。体調を崩すことが多くなって、親のありがたさとか感じるようになりました。沖縄の高校の体育教師になるとか、少し教職の勉強を始めて、いろいろ積極的に自分からチャレンジするようにしています。お父さん、いつもお仕事をしてくれて、大学にも行かせるような金銭的な面で支えてくれてありがとう。教師になれるように頑張るので、これからもサポートお願いします。お母さん、いつも心配をかけているんですけど、電話とかしてくれて、悩みとかも聞いてくれて感謝しています。まだまだ未熟なので、これからも支えてください。よろしくお願いします。レイサー、リーク、いつも2人喧嘩しているけど、もっと仲良くして、お父さんとお母さんに優しくしてください。県外に出ようと考えているのなら、絶対に出た方がいいと思います。今出た方が自分的にも絶対成長できると思うので、迷っているならぜひ出てください。意外と人も良くて過ごしやすいです。頑張ってください。国際武道大学は施設も充実していて、トレーニングするには最適です。また先輩方も優しいので、ぜひ来てください。チバリオー。